cita lleva Juliana Santo, David Santo, Isabela Santo, César Tes. Gozan machi ikitai desu ka? Ikimashou. Sekai machi desu. Gozan wa mutsu no bubu no motte imasu. Masu hikoki de Gozamu ni ikimasu. Kuko wa machi no kita ni arimasu. Kuko kara Wainmano made kuruma ni ikimasu. Wainmano wa Paritsa desu de arimasu. Wainmano wa Broadway no pie desu. Wainmano wa no soto de arimasu. Daitai taku wa Okiniwa ya Takai yama ga arimasu. 1975 年でウェイマヌは作りました。誰に作りましたか？ダリス・ウェイ作りました。だいたい宅おめなビルです。ウェイマヌはトツトニンがあります。トツトニンは古いと高いです。バトケルは大体宅にあります。パルモはバトケルに一緒と武器を隠します。バトケルはもっと暗いです。大宅はもっと大きで明るいです。ウェイマルは地下鉄と車と電車に行きます。車が橋を渡ります。地下鉄がウェスビリアギュ駅に乗ります。そして、ウッカンはシャネルバルクやACE キミコやハリーシルクスがあります。それから、ミッタンはゴッサムシティオペラハウスやボリスヘッドクワートやウェインタワーやコールガーテパルクやティアイスベルクやラウンジがあります。ブルースウェインはウェイン産業のオーナーです。ウェイン産業はビジネスエリアです。この産業はにぎやかで静かです。ウェイン産業は高いビルです。ウェイン産業がきれいお土産の店あります。どうやって行きますか？アルカムボーメン駅からウェイン産業駅まで電車に乗ります。それから歩いて行きます。次に右に行きます。ピンウィッグはアイスベルロンチのオーナーです。その日、レストランがあります。おいしい食べ物を食べます。海の食べ物とベジタリアンを食べます。サラダはポイソンアイビー好きな料理です。肉とご飯と海の食べ物はよく好きな料理です。夜はパーティーができます。友達と行きます。いいジャズとロックとポップ音楽を聴きます。土曜日と日曜日、リベルチェスの試合をします。楽しいです。次に、ナルスはアルカンボメがあります。ナルスは島です。島はゴサム川の真ん中です。また、島はミッドタウン地区とゴサムマシのダウンタウンの中にあります。ナールスの中はアルカム亡命とゴサム大学です。アルカム亡命はゴサムマシ精神病院。普通の捕虜はブラックゲート刑務所でロックアップをします。アルカム亡命は古いビルです。ビルが小さいと綺麗じゃない細胞です。たくさん掘り屋ですから、安静じゃないところ、いつも橋車ですから、訪問はありません。最初の就任は、ジョーカとツーフェイスでした。そして、スーパービルは、たくさんがロックアップをしました。ボイスナイビーとリードランとハーレイクイーンとキラークロークとフリースとエスクレクルモ。それから、ゴサム大学が有名なんです。ここ、スリの学生が勉強する、できます。
そしてダウンタウンはブラックゲートプリズムやゴッサムシティホールやトリリウムパークがあります。最後にサンディフックはゴッサムシティステディウムや GC ユニバーシティがあります。夏が6月から9月までです。夏はスクレクロさん好きな季節です。この季節楽しいです。果物が美味しいですから。9月から11月まで、雨がちょっと降ります。秋はフェイスさん、好きな季節です。秋が一天気から歩いていきます。でもで、夜に寒いです。秋が動物園に行きます。広いで、綺麗です。この場所は、にぎやかです。春が3月から5月までです。暖かいです。春は、ボイスのアイビさん、好きな季節です。あなたはロビンス公園を歩くを行きます。ロビンス公園は大きいと便利場所。ここはもっと木ですから、家族と友達ピクニックをすることです。冬が12月から2月までです。すごい寒いです。冬はペンギンさん好きな季節です。あなたはアイスバグランチで行くできます。アイスバグランチはナイトクラブです。ナイトクラブはダウンタウンです。そしてアイスバグランチはペンギンのナイトクラブ。ここは料理はもっと美味しいです。レストランは賑やかです。でも安くない。で、金券です。